ワンマンツアー初日、札幌コロニーさんでございます。まもなくオープン、まもなくオープン、ドアを開けて入ってみましょう。はーい。ドアを開けると、ロッカーがあります。貴重品はロッカーに、入れるようにしてください。クロークもあります。ドリンクカウンターがありの、こっちがホールですね。モザイク。コースチャー。はい。段差があるので気をつけてと。今日から発売のニューグッズ、メンバープロデュースの、グッズが、このワンマンツアーから発売になりました。ん？尻魂、愛のソルジャー、山田くん、ハヤトプロデュース、シリコンバンド、パープルと、ピンクの2色の展開となっております。そして、シュクンプロデュース、モノリスパスケースと、ちなみにこのね、キャラクターはシュクン直筆の、デザインとなっております。続いて、プミさんプロデュース、ジャニカ学習帳、メモ帳ですね。ね、普段お仕事でも何でも、メモすることはね、結構ありますんでね、ぜひ使ってほしいなと思いますね。そして、モノリス歴代ロゴの、ステッカーです。懐かしいね、これね。いや、こう見ると結構ロゴ変わったな、モノリス。1、2、3、4と、はい、ロゴが変わりました。これも、この4つが、今回の、ニューグッズです。その他ね、タオルとかありますけど。あ、そう、忘れちゃいけない。これが、ツアー T シャツ、モザ T でございます。黒と白とあります。ぜひ、2枚とも揃えてほしいなと思います。コロニーさん。ステージです。リハーサルが終わって、今メンバーは準備中です。ちょっと暗くて分かりづらいですが、ステージこんな感じになっております。ちょっと登ってみようかな。登ってみようかな。よいしょ、よいしょ。はい、ステージの上から見た景色はこんな感じになってます。ね、頭の上に、ポールがあるので当たらないようにさっきガムテープを貼ってもらいました。どんな景色になるんでしょうか。今日のライブも楽しみですね。さあ、これも準備しようっと。モノイスさん今準備中です。この後ろ姿はリュウさん。リュウさん何してるんですか？ひげを剃っているんだよ、見ればわかるだろう。邪魔をするんじゃないよ。もう20代後半にもなると、もう隠すもんも隠せなくなってくるんだよ。そうだメイクさんね。の塗料ばっかり増えてくるんだよ。そうだ迷ね。惑でしょ、そしたら。そうだね。自分で処理できるところはしないとそう、ね。モノリスやると、コンシーラーがすぐ減るみたいなさ。そんなになったらちょっと迷惑だね。自分でやれることはね、やりますからね。あ、そうですね。やれるだけやりますけどね。はい。シュウ君は今塗られているところです。変身中。あれ？リズム隊はどこに行ったのかな？お、リズム隊は今チェキを取ってます。取んじゃねえよ、バカ。フィルムが入ってないまま取ってます。フィルムが入ってない。かっこよく。かっこよく取ったよね。はーい。まあ、完全に僕も着替えて準備をしようかなと思います。はい、こんばんは。北海道コロニーでのライブを終えて、はい。フェリーに乗船しました。はい。フェリーの上からね、撮っておりますけども、夜の海は真っ暗で何も見えないよ。
まるで、僕の心のようだね。ドスグロックね。そうだね。次回、はい、4月27日、はい、郡山クラブシャープ9にて、またお会いしましょう。はい、ということで、北海道さよなら。北海道さよなら。またね、次いつ来れるかな。Let's go!